田恵美です。今日もビログ始まりましたということで、いよいよ3月15日に、私のバースデーライブがあります。なかなか私は日本でのライブとかね、イベントに出る機会も少ないので、ちょっと定期的にねライブやりたいなということで、ちょうど3月がお誕生日月なので、それでバースデーライブをバンドのみんなと今回はやりたいなということで、秋葉原のゼストさんであります。ここにね詳細をこっちからぜひお時間ある方は遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。今回は去年ねちょうどベストアルバムを出したので、まあベストアルバムの曲、今までの曲を歌ったり、そして、今回はゲームロボティクスノーズダッシュの、新曲エンディングテーマトラストという曲があるんですけど、これも歌えたら歌いたいなということで今考えています。そして思い起こせば、私自家組織の手術を去年ね18年の10月の終わり、11月の前半は入院してたんですけど、その寝たきりから起き上がった2日目に携帯で歌詞書いて、とある曲のカバーをちょっと歌ったんですよ。これね、でも歌うの難しいからどうかなと思うんですけど、でもなんか、まあ、自分のこう歌う人生のストーリーとしてはね、ちょっとそれもチャレンジもありなのかなと思ってるんですけど、でもなんかそう不思議とね、あの時は逆になんかすごい、いつも私子供が3人いてですね、年も2人の2個上みたいなちっちゃいのがギュッてこういるので、わっちゃわっちゃしてて自分の時間が全然ないので、寝たきりだったけど頭は使える、自分のために考えられるっていう時間が、その、2週間近くかな、そんなになかったか、でも1週間以上いたんで、あったので、なんかその時すごいこう脳みそ使ってました。寝たきりでって歌詞を考えてみたいな。でなんかこう今ねスマホでいろいろアプリがあるので、ガレージバンドとか使って、あ歌もなんか入るんだこれ、エフェクトかかってるみたいな感じで、初めて使ってはぁはぁとか言いながら歌ってやったんですよ。だから意外とね、あの時は本当に普段しないことを結構やったので、寝たきり中には歌詞書いたり、そう歌はもう本当に術後2日後ぐらいの声が未だに残ってるんで、いつかね恐る恐る歌ってますけど、あでもなんか寝たきりでも歌は歌えるなとか思いながらやったりとか、あと普段見ない演歌の番組とかをもうずっとつけっぱなしにして、へーみたいな感じで見てました。なんか昭和戦後の歌みたいなライブがあったりとかですね、テレビで見てて、だから看護師さんとか先生とかが、私がすごいその演歌の番組ずっとつけてるから、この人そういうの好きなんだみたいな感じでね、なんか珍しいの見てますねみたいな感じで、ね、言われましたけど、でもなんか最近そう音楽番組もねすごい少ないから、ああやってなんか歌ってるシーンとか なんかそういうのテレビでやってくれるとなんかすごいいいですね、うん。今はね、まあ、ネットでこうね今好きな時に好きなものを聞いたり見たりできるんで、なんで私もこのビログでたまにねほら歌も歌ってますけど、またちょっと歌ったり、あとギターの菊池さんがね来れる時に一緒に無理やりちょっとねこれやろうみたいな感じで弾いて歌ってみたりしようかなと。あとねリクエストもそうくれてるんですよね。そうだからちょっとスペイン語とか覚えたりとか、そういうのも兼ねながらちょっといろいろチャレンジできればなと思ってます。ということでまた、ブログでいろいろお話ししていきたいと思います。歌もね歌ってきます。なんでよかったら3月15日も秋葉原ゼストでお待ちしてます。6時半オープン、7時スタートとなります。秋葉原で駅からも分かりやすいので皆さんに会えるのを楽しみにしています。松田恵美でした。